反対することが大案と言っている元国会議員が話題になっていますね。立憲民主党川内宏氏のツイートはこちらです。皆のためにならない法律や制度や政策には徹底的に反対する。反対することが大案なんです。反対することが大案なんて、もう何言っているかわかりませんね。こんなことを平然と言うから民意を得られないんですよ。大案とはすでにある提案に対して示す別の案のことです。反対するならそれなりの理由が必要ですよ。それとも大案を出す能力がない人なのですか。大案を示さず批判するだけの楽な仕事でいいですね。あなたのツイートを見てみんなドン引きしていますよ。もう議員になるのは諦めたらどうですか。